はいえー、ハロー YouTube 皆さんどうお過ごしでしょうか今日は2024年の2月の28日ということで今年はウルー年本来でありますと、えー、今日をもってね2月は終了ですけどウルー年とは、えー、2月の29日まであるみたいであるみたいつがあ,あって4年に一度あるのかな、うん、みたいな感じで今年はウルー年のた年であると365日じゃなくて366日あるということで。 何か、えー、個人としましては奇跡が起こるような <laughs>、えー、感覚をなんとなくね感じておりますていうか起こるであろうって感じだね、えー、まあなんか変な話してるんですけどまあ、そういう話が好きなジャッキーということですね、うん、で僕個人は、まあ、動画でも出させてもらったんですけど まあ飲み会で楽しかったけど気が付いたら財布とかね撮影機材とかまあ貴重品の一連のものが全部なくなって「おいマジかよ」みたいな感じで落ち込んでたけどえ夜が明け朝が来て夜が明け朝が来てっていうふうに繰り返した繰り返ししてたらま,あまたメンタル戻ってきてあえそろそろまたねえ歩みを。 始め歩み出そうかなって感じで動画を上げれる風にか上げれる風な感じになってきました、うん、携帯とかも止まってたけどなんとかね、えー、アイデアを持って金を引き出すことができたんで携帯代払ってふうみたいな感じ <laughs> まあいろいろね免許証とかまあキャッシュカードカード類だね、えー、w i f i とかもそうですけど、えー、取り戻す必要はあるんですけどまあ ちょっとずつね千里の道も100歩からっていうやつかな分かんないですけどそんな感じでやっておりますと。で、まあ、今回何が言いたいかと言いますと、まあ、今話しさせてもらったようにちょっとずつねメンタルも整ってきて機材とかもね、えーまあ、買い直すみたいな感じかなやっぱりね <laughs> まあ何が言いたいかというと、まあ、落ち込んでてもしょうがないよねっていう感じだね。うんに 亡くなった iPhone にあんな動画やこんな動画とかあったのにとかって考えようと思ったら考えれるけど過ぎ去ったものはえ去るものを追わずじゃないですけど、えー、そこに集中していってもね過去は変えられない事実は一つだけでも考え方はあの千手観音のようにいかほどに、ね、でもね、えー オセロの黒を白にに、変えるように、えー、暗,闇暗闇に光を照らすようにいくらでも考え方っていうのは、えー、事実は一つだけど前向きに考えれるという感じで、えー、ジャッキートランスエージジャッキーチャンネルも何がしたいかっていうと困ってる人を救って、えー、明るい未来ってね、えー、地獄を天国に変えていこうよっていうような、えー、チャンネル自分の願い祈りなんでそこをやっていってるという感じで。 立ち止まっっててても仕方ないいよねねう感じだ、ねえー、意図的に立ち止まったりとかたまには立ち止まって景色を見るとかっていうのも大事だけど行動してなんぼの地球でしょって、ね、行動してなんぼの、えー、人生でしょってね、えー、やらない後悔よりやった後悔っていうことなんで、えー、前,向きな前向きなメッセージを僕は届ける一つのメッセンジャーとしてこういうふうにおりますという感じなんでもし。 落ち込んでね立ち止まってる人がいたらこういうねアホみたいな僕ジャッキーっていうやつもこんな感じで能天気お気楽ご気楽にね過ごさせていただいてます人生楽しませていただいてますんでまあねもしそういうふうに立ち止まって困ってる方がいましたらこんなやつでもねちゃんと楽しくやってる。 やってるんだっていうふうなのを感じてもらったらいいなというふうに思ってます。ということで今回はそういうメッセージの動画になりました。えー、なんかちょっと喋ってない間に自分のトーク力がどんどん落ちてきてるなっていうのを感じれた動画になりました。ということで一旦現場から以上です。ありがとうございました。失礼します。せっかく 小学生の時とかそうなんですけど1年だけ違うのにすごく1年生と2年生の差がめちゃくちゃあるような気がして1年生と6年生だったらめちゃくちゃすごい人だなみたいなイメージってあったと思うんですけど。